こんばんは。ヒョウ柄ハートありがとうございます。こんばんは。ポストしございます。そう、田植え行ってきました。こんばんは。タコ、ヒョウ柄タコありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。皆様、こんばんは。ヒョウ柄ハートありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。パンヨチ、たぶんお疲れ様。ありがとうございます。そう、今日はテストが終わったら行きたいと思ってた、おばあちゃん家で田植えしてきました。ふるさと。 今日かわいいうちみやねちゃん、ありがとうございます。 こんばんは。お、10位になりました。ありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ほんまや、またメラメラ呼んでもらえたらええね。たぶんお疲れ様、ありがとうございます。ハートありがとうございます。お、追加取れたよ、ありがとうございます。そう、たぶん遅かったんですよ。本当は一番ベストな時はあったんですけど、公演があってね、行けなくて、先にパパが行って、機械で大体をその日に終わらして、今日は一部分だけありがてで埋めました。一部分ね。そう、本当はもうちょっと早いんですけど、テスト期間とかぶってるのと公演だったから行けなかったんですよね。あら。 5分後寝落ちしてた。 アーカイブ載せたから、よかったら見てください。お疲れやね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。コシヒカリじゃないと思う。何やろう。何なんやろうな、銘柄。知らんけど、よしみ米っていうことで。品種。バラありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。バラありがとうございます。エネルギーショップ並べたい。 そういえば今日ショップ行ったらうちはまだ残ってました。ということで、この前ね、買えなかったっていう声がめっちゃ多かったから、再販。あとアクリルキーホルダー持ってますね、今。そう、セーラー服のアクリルキーホルダーとうちわがあるので、ぜひゲットしてください。ヒョウ柄ハートとラブレターありがとうございます。あ、私の家の近くの田んぼでも試していた。おお、いいね、いいね、いいね。バラとヒョウ柄ハートとかわいい、ありがとうございます。ギフト、投げキッスのギフトありがとうございます。収穫祭。 呼びます。なんていうっけ、年越しの祭りみたいな、セナ。 合ってる？年越しのお祭り。まあ平山舞。 舞さんになっちゃう。 買ってないけど、そう、打ち上げやつできた。おお、ありがとうございます。明日、そう、ショップ行ってください。ぜひゲットしてね、うちわとアクリルキーホルダー。あとオンラインの方は白青衣装のアクリルキーホルダーと生写真が出たので、ぜひゲットしてください。オンラインは白青衣装で、今ショップで売ってるのはセーラー服とうちわ、ドット衣装のうちわです。色々。 ぜひゲットしてください。よしみ失格じゃないですよ、全然。 明日残ってると思うよ、多分多分多分。室内コートは今情けやし。今日はめっちゃ動きました、朝から。おばちゃん家行って、ナンバ行って。 朝一に出かけて、さっき帰ってきました。ヒョウ柄ハートありがとうございます。お、届いた。おー、ありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ラブレターありがとうございます。あ、オールナイトフジコね、出てましたね。昨日見られへんかったからさ、もう寝てて。そう、昨日は眠りました。テスト終わったから。寝たっていうか、眠ったって感じ。眠りました、昨日は。テスト終わってね。そう、
オールナイト藤子はなんか流れてきた動画見た。あの白衣装めっちゃ可愛いね。あれ制服じゃないバージョンの方。あれ服も可愛いけど靴めっちゃ可愛くない？ヒョウ柄ハートありがとうございます。オンライン予約したよ、ありがとうございます。お、ゆすみの写真コンプ、おー、ありがとうございます。ぜひゲットしてください、グッズも。お、4本くらい、あれそんなにやったっけ、増えたんかな。前に見た時もうちょっとあったような気がポストカードはラスト1枚でした。買おうかと思ったけど前買ったからさ2枚はいいかと思って買ってないけど、ラス1でした。ポストカードヒョウ柄ハートありがとうございます。農学部はちょっと理系やな、ね、文系なんですよ農学部でもめっちゃ興味あった時あったよ。でも理系やから諦めました。去年ね、去年調べて、去年の秋ぐらいに調べてたら農学部の存在を知って、めっちゃ楽しそうやねんけどと思ったけど理系でした文系はいけなくはないけど嘘そうやったヒント、もまめの送ったヒントは米の絵文字やったら絶対わかると思ったからちょっと遠回りの絵文字にしたヒョウ柄ハートありがとうございます。あ、 TVer で見れんの、うわ、ありがとうございます。 TVer 見よう、ありがとうございます、教えてくれてね。ウインクさすが、朝録画見た、いいね。ヒョウ柄ハートありがとうございますね。8月は待ち遠しいけどね、そう思った。そう、来週握手会も早いけど8月も多分一瞬で来るんやろうな思ってますね、きっと多分一瞬てか6月やばい、信じたくないぐらい早すぎる。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ドップラコがピーポーピーポー言うてますね無理しないで、全然全然、一部なんでね。そう、ちょっと遅いから他の大部分はこの前パパが行っておじちゃんと一緒に機械でやってました。姉は一部を手で、そうそう、いやー空気が綺麗で静かで楽しかった。おばあちゃんのご飯もたらふく食べて、野菜をいっぱい用意してくれてね、めっちゃ美味しかった。お手伝いもしました、いなり一緒に作ったおいなりタリーズで眠っている出てくるいつやろ、タリーズのあれかな、解体工事とかでしか出てこへんのかな、もしかして。ヒョウ柄ハートありがとうございます。あ、小学部なんやすごヒョウ柄ハートありがとうございます。ワイの大学野菜盗んだ大学そうなんや農学系のやつ。あ、公式ショップぜひ行ってください、ぜひぜひ公式ショップ行ってみてね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。時期的にダメだと思いました、おお、さすがです、さすが。ヒョウ柄ハートありがとうございます。梅はどうやろ、やってんのかな、どうなんやろ。あ、ナングラ明日やらな、明日しますね、ナングラ、これがいいなのかなやつ。村重アナさんが権利室の話、わかるわかる、あ、その話してたんや、見よ見よ、見ますわ TVer で。嘆き室のギフトありがとうございます。よしみこんばんは、キュンです。田植えは終わりました、ぜひ X 見てください。そう、いい休日になりました、とってもいい休日になりました、ゆっくりできました。弾丸移動多いしがち、うわ、よしみを探せやってない忘れてたわあ、でもあれやわ、あれ、よしみを探せは稲刈りの時かな、まだあの育ってないから
ヒョウ柄ハートありがとうございます。頑張っても嬉しいですからね。そうそう、お稲荷さん馬、馬すごい、馬鹿みたいやな。ヒョウ柄ハートとかわいい、ありがとうございます。お稲荷しか似合うみたいけど、稲荷寿司作ったよ。おいしいご飯いっぱい食べました。野菜と玉ねぎの、おばあちゃん家で採れた玉ねぎのマリネがめっちゃ美味しかったからさ、家でも作りたいな。玉ねぎのマリネめっちゃ美味しかった。マリネちゃうわ、酢の物やったかな、それがめっちゃ美味しかった。ヒョウ柄ハートありがとうございます。お、M 当たったよ。おお、ありがとうございます。レイさんの生誕祭、明日はその練習頑張りでですね。これが愛なのかさ、キューキーが初めてやからめっちゃドキドキする。覚えなあかんわ。明日覚えます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。いいね、汁なし担々麺美味しそう。日焼けはしてないと思う、多分田んぼの周りを散歩、民活。民活やな、いいねいいね、先回り民活。お、青春いいね、ミャクミャク登場したんかな。お稲荷さん、揚げ抜き、それもうただのおにぎり。あれでも揚げ苦手なんやねんけど、お稲荷さんはいけるんですよ。でもきつねうどんの揚げはあれ食べれなくはないけど好んで食べないの部類に、そう意外と多いんですよその食べ物。そういんげん豆とか高野豆腐とかきつねうどんの揚げとか桜でんぷとかふきの煮物とか食べれなくはないけど好んで食べはしない食べ物たち。でも全然食べるけどね、そう食べれるけど、そう思い出した、桜でんぷもちょっと苦手なんですよ。ラブレターありがとうございます。あ、めくめく会えたんや、友達や。取れたて玉ねぎ、そうめっちゃ美味しかった。玉ねぎも今日取ったからルーブスに動画載せますね。あと田植えする長編動画。ヒョウ柄ハートありがとうございます。 M の練習頑張ってね、ありがとうございます。頑張る。ヨチミンに会いたいという気持ち、これが愛なのか、愛だね。ヒョウ柄ハートありがとうございます。おお、イエスシアターでめくめく、いいね。あれかチヒーさんとハガレイちゃんが出てたやつね。こんばんよっちー。あらー、エヴァー出れた。あらららレイさんの生誕祭、へえ、キュルルのスプレーありがとうございます。化粧水買わなあかんわ、それは思い出した。切れたんですよ。あ、青春からのサッカー観戦、まずおお、お疲れ様です。ヒョウ柄ハートありがとうございます。トマトジュース、あれでも苦手、トマトジュースは苦手。トマトは大好物やねんけどね。レイさんと M 一緒、初めてじゃないですよ。あれの初日もレイさんいました。でも初日ぶりかな、一緒に M 出るのかな、かも。え、ほんまや、全然久しぶりな感じせんけど、初日ぶりや、一緒に公園での2月ぶり、1月やったっけ。え、 M の初日1月か。え、そんな経つっけ、そんな感覚全然なかった。 M は7回目かな、レイさんの生誕祭で。
若ぽんさん、一緒にやりたいな。てかおばあちゃんち一緒に行きたいですね、若ぽんさんと。一緒に行きたいわ、若ぽんさんと。あ、オニオンリングいいね。そう、野菜、そう、玉ねぎを大量にもらったから、その姉が取ったやつ、紫玉ねぎと普通の玉ねぎと大量に持って帰ったから、玉ねぎ何で料理しようかなと思ってたけど、いいね。お、じゃ玉ねぎのそのものと玉ねぎサラダとオニオンリングいいね。オニオンリング、あと玉ねぎの味噌汁作りたいわ。ラブレターありがとうございます。右にしてるオニオンリング、ちょっとテカテカやな。ねえ、若坊さんとやりたいわ。ぜひおばあちゃんち一緒に行きたい。カレーいいね。ね、トロトロの玉ねぎあれも好き。トロトロ、トロトロも美味しいけどシャキシャキも好き。玉ねぎの輪切りして中取って目玉焼き、初めて聞いたそれ。美味しそう。早速明日やりますわ。初めて知った。で、玉ねぎで血液サラサラ、おすすめの玉ねぎレシピ教えてください。大量に持って帰ったから、トマトも、トマトはねこれぐらいの箱に入れて持って帰りました、大量に。ラブレターありがとうございます。でもオニオンリングめっちゃ好き。揚げ物界隈でポテトより好きかも、オニオンリング。揚げ物界隈で。オニオンスライスでビール飲まれへんなよね。でもオニオンスライスはあれでも好き、生玉ねぎ。味噌汁いいよね。玉ねぎスライスいいよね。スープもいいよね、普通にオニオンスープ。酢玉ねぎやっぱ美味しいよね。そう、おばあちゃんちの玉ねぎの酢のものめっちゃ美味しかった。トマトときゅうりを、あー美味しいやつ、塩昆布とごま油とトマトときゅうり、めっちゃ美味しいよね。よく作る、夏とかめっちゃ作るそれ、塩昆布って。ヒョウ柄タコありがとうございます。トマトコンポートいいね。うわーいいね、作ろう作ろう。玉ねぎだけね、コース料理作るやつ、ほんまや。スープからサラダからほんまや。ヒョウ柄タコありがとうございます。油そばに人参、人参茶はみじん切り、美味しそう。油そば食べたことないな。でもオニオングラタンいいね、美味しそう。銀色の玉ねぎあると思ったらメタルスライム。ほんまや、ほんまや。やばい、 CD 落ちる。 CD をこの辺にめっちゃ並べてたんですけど、気づきましたか。スライムだよ。確かにこう見たら玉ねぎやな。ハートありがとうございます。酢を差し上げます。塩昆布有能。そうそうそう、いいね、パスタいいね。わー美味しそう。トマトと玉ねぎとモッツァレラチーズとオリーブオイルで美味しいパスタできそうやね。カプレーゼいいね。チンしてポン酢いいね、シンプル。そう、玉ねぎチンしてツナをね、あれが好きなのは、玉ねぎを上を全部切らへん程度に十字に切って、隙間にツナを、ツナ缶のツナをえいえいって埋めて、バターを上にちょっと乗せてチンするのがおすすめ、めっちゃ好き。ヒョウ柄タコとハートありがとうございます。
あ、気づいてた CD、さすが。そう、大きいのよ意外と。久しぶりにドラクエローソン行きたいな。さっき行ってなかった。なんか新しいの出てたりせへんかな。意外と大きいのよ。そう、いつも後ろやからね。ラブレターありがとうございます。ヒョウ柄ハートありがとうございます。豊作祈願ありがとうございますね。美味しいお米ができますように。チーズいいよね。そうそう、チーズ上にのせてね。玉ねぎ料理配信したいな。テスト終わったし。明日は夜でも、明日はね、夜カラオケ配信するつもりなんですよ。だからまた今度料理配信しよう。まや玉ねぎ料理配信しよう。めっちゃいい。エプロンももらったし おばあちゃんがエプロンくれた。レインボースターありがとうございます。始まる くたびれてはないけど、布やからね。16日出るかな、分かれへんわ。でもあ、でも分からん、まだ ヒョウ柄ハートありがとうございます。ローソンと富士山撮るの流行ってるらしい。どういうこと？似てるってこと？え どういうこと？流行ってるそれ。よしみの歌うまかった、ありがとうございます。歌唱力ね、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと小恥ずかしいですが、ありがとうございます。嬉しい。いや、ちょっとさ、明日カラオケ配信するけど、そう、歌唱力とか出てとかちょっと恥ずかしいけど、ちょっとハードル上がって恥ずかしいですけど、お手柔らかに。ヒョウ柄ハートありがとうございます。ほんまや、ほんまや、ナングラとカラオケどっちもしなあかんわ。どうしよう、2回配信しようかな。カラオケでナングラちょっとあれやから、2回しようかな。ほんまや、朝ナングラして夜カラオケにしようかな。しようかな そうします。じゃあ明日8時からしようかな。朝8時からナングラやで。カラオケはまた時間お知らせしますが、夜の8時以降かな。夜の8時か9時か。ナングラは朝の8時にしますね。ほんまや、ナングラせなあかんわ。お、俺も来週実家の田植えお手伝い。おお、いいね、いいね。田植えすんねや。田植えトークしましょう、ぜひ。お話し会で。田植えトーク。ね、またメラメラ呼んでもらえるかしら。そうそう、生玉ねぎ美味しいよ。水にさらして、薄くスライスして、それだけで食べるのも美味しい。それにお酢をあえたら酢の物になるし、オリーブオイルと塩をかけても美味しい。トマト足しても美味しい。モッツァレラチーズ足しても美味しいと。サーモンと一緒に食べるのも美味しいと思う。カルパッチョ風。ほんまや、玉ねぎ料理いっぱいあるな。サーモン、オニオンサーモンカルパッチョと、サーモンじゃん、オニオンスープとオニオンリングと。わー、いっぱい作りたいのあるわ。料理配信しよう。来週の土日にでもしようかな。ヒョウ柄ハート、あかんわ、来週土日に握手会と写メ会やからできひんわ夜。あら、どうしよう 夜できひんわ配信。みんなシーサーガンガンガン 花水木歌えないんですよ。歌いたいんですけど、そう、歌いたいんやけどね、もう歌える場所なくって、そう、AKB グループの曲しか配信で歌えないから、そう、AKB グループ以外の曲、あれでもめっちゃ歌いたい曲めっちゃあるんですけど、どこでも歌える場所がなくてね。そうなの、 YNN しかないんです AKB 以外の曲が歌えるのが YNN しかないんですよ。アーティストさんとか
あのハロプロさんの歌とかめっちゃ歌いたい曲とか歌える曲あるんですけど、歌えないんですよね、残念ながら。では何準備しますね。あ、かき揚げいいな、かき揚げ。いやー、かき揚げ、夏料理配信再来週になるかも。土日、再来週か平日の夜か。そうそう、まあリクエスト待ってます。明日までに歌いそうやったら坂道 OK だよ。坂道、秋元さん系列なら OK なんですよ。いくらイコラブとかも含めて。アカペラも NG なんですよ。このイベント中もダメなんですよ、権利の関係でね。そうなの、そうなの。あ、でも歌いたい曲めっちゃあんねんけどね、めっちゃあんねんけどね。 ほんまに。だから歌えなくなってからさ、逆に歌えへんくなった気がする。その AKB 以外の曲歌うことなくなっちゃったから。13位、ケンティさん、ありがとうございます。パチ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 。12位、ナサヤさん、ありがとうございます。11位、ヨシ君、ありがとうございます。10位、マツーさん、ありがとうございます。9位、コバトンさん、ありがとうございます。8位、ホットラブさん、ありがとうございます。7位、コシオさん、ありがとうございます。6位、ヨンさん、ありがとうございます。5位、不当不屈さん、ありがとうございます。4位、 F さん、ありがとうございます。そして3位はテキ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 テン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はテキ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 テン、ウーカメインの箱推しさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はテキ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 
す。パチ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 。ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。明日は8時からなんぐらやって、夜のカラオケ配信はまたお知らせします。オニオン料理配信は再来週になりそうですが、お待ちください。それでは次の配信も来てくれるかな？またねー。あ、スクショタイム。カシャ。またねー。